とお腹が小さくなると誰が痛むんですか？今日の動画で答えがわかります。最後まで見てください。腹部の周りの他の部分はストレッチでお腹の周りのラインをより細くし、そして腹部の筋肉の形成を助けます。こんにちは、フィリーです。はい、みなさん、フィリー。お腹を細くするために運動だけすればいいという考えは単純すぎます。ではどうすればお腹は小さくなるでしょうか？まず食事7割と運動3割を心がけてください。次に私のこの動画を見てほしいです。また悪い姿勢を知らなければ脂肪も溜まってしまいます。日常生活で正しい姿勢をとることで思っている以上に脂肪の蓄積を減らすことができます。私のこの動画をチェックすれば分かりますよ。とりあえずは今日の動画を見て体を動かして腰の周りの筋肉強くさせましょう。では始めましょう。動かしながら全ての動きで体を伸ばすことを忘れないでください。関係ないと見られる体の他の部分の筋肉は実際全部つながっています。他の部分はストレッチでお腹の周りのラインをより細くし、そして腹部の筋肉の形成を助けるからです。姿勢を整えたら一つ目の動作、お腹の力で上へ上に引っ張ってあげてください。集中力お腹からいきましょう。30秒用意スタート。背中丸くしたり猫背したりしないでください。お腹の力で上に引き上げましょう。3、2、1。はい、次の動作いきます。2個目の動作、左足上げて腰しっかり伸ばしていきましょう。30秒。猫背したり首曲がったりしないでくださいね。背筋しっかり伸ばしていきます。です。で、次同じ左足いきます。背筋伸ばして腰まっすぐにしましょうね。同じ30秒、用意スタート。次1型で同じお腹の力で引き上げましょう。30秒、用意スタート。猫背したりお尻で上がったりしないでお腹の力で上げましょう。次横になってください。頭のてっぺんからつま先まで一直線にしましょう。で、足後ろまっすぐに後ろに行きます。30秒、用意スタート。足上上げたり体前に倒したりしないでください。足後ろに限界まで押しましょうね。この動作はついでに背中の筋肉とお尻の筋肉を鍛えられますのでとてもいいですね。
返し重ねて、ふくらはぎだけ動かしましょう。細かく動かしましょうね。同じ30秒で。よい、スタート。体を後ろに下げたり、重心下ろしたりしないでください。後ろの手しっかり体を支えて背筋伸ばしていきます。はまず足まっすぐにして、体もてっぺんまでつま先までピンといきましょう。足後ろに限界まで押します。よいスタート。体しっかり伸ばして、足上に上げたり、お尻下ろしたり、体前に押したりしません。お疲れ様です。次、同じ足重ねて、ふくらはぎだけ細かく動かせましょう。よいスタート。体後ろ下ろしたり、お尻下げたりしないでください。体もしっかり伸ばしていきましょう。姿勢変えて、体少し低くして、お腹の力で足引き上げましょう。よいスタート。猫背したり首回ったりしないでください。伸ばしていきます。ちょっと辛いですね。 OK です。じゃあ楽にして、次の動作、膝、頭まで、で伸ばしていきます。伸ばすときにしっかり遠くまで伸ばいきましょうね。お腹の力で。よいスタート。同じ猫背したり首回ったりしないで、しっかり伸ばしていきましょう。またまたあるよ。最後の2つ頑張りましょう。うつ伏せにして、で足一型にしましょう。お腹の力で上下上下に振り上げましょう。背筋伸ばして、首伸ばしていきます。30秒。よいスタート。上半身下ろしたり、お尻の力で下ろしたり上げたりしないで、お腹の力で上げましょう。OK です。最後の一つ頑張りましょう。足閉じて、膝と手でバランスをとって、ふくらはぎだけ動かしましょう。上半身しっかり伸ばしながらやりましょうね。体下ろしたり、お尻下ろしたりしないで、
体まっすぐに頭までさせてください。膝ちょっと痛いかもしれない、膝弱いの人は座布団1枚で膝の下に置いといてやりましょうね。3、2、1、お疲れ様でした。ふう、はい、ここまでの動作は全部30秒ずつにやりました。質余裕ある人は60秒ずつやってもいいですよ。私的には60秒の方がいいと思います。